チャンネルです。ですね、成績はいいに越したことはないっていう当たり前の話をしたいと思います。私はですね、成績が良かったことが実はあんまりなくてですね、小学生の時、まあ、大体小中高の成績が悪いのは、まあそのちゃんと通えてないっていうこともあるんですけれども、だから小学校の時の中学受験の成績、中学受験の模試の成績が良かったぐらいですかね。それ以降は、あとはまあセンター模試とかはまあそこそこ良かったかな。センターって今共通テストっていうんですかね。そういうテスト、だから本当限られてて、中学校受験の模試と、大学受験の時の、まあ、センター模試ですね。それぐらいかな。ちょっと成績良かったかなって思えるのは。まあ、あとは、まあまあ、普通か普通以下ぐらいなんだと思います。成績、学校の成績もそんなに良くないし、で、大学の成績、小、中、高、そんな良くなく、中学はもうそれなりに良かったのかな。高校は本当全然良くないし、大学の成績ももう正直悪いですし、だから司法修習の時の成績もちょっと開示してないからわかんないですけど、おそらく悪いですね。で、成績がいい、なんかその、私のその考え方が多分良くなくて、試験をクリアしさえすればいいみたいな、その合格というラインを超える程度でいいみたいな、そういうなんか発想でやってきてしまっているので、いい成績を取るっていうのがね、ほんと中学受験の時ぐらいしかそういうモチベーションがあまり高くなくて、それ以外はそのクリアすればいいみたいな考え方で勉強をずっとやってきているので、成績があんまり良くないんですね。でも逆に言うと、その、なんていうのかな、バーを超えさえすればいいっていうところで、まあギリギリのラインで、こう、まあ、結果かもしれないですけど、自分がそこを狙ったわけじゃなくて、結果としてそうなっちゃってるっていう話ではあるんですけれども、まあそういう感じなんですよね。で、それで、すごく後悔してることがありまして、で、それはですね、私、司法修習に行くまで、裁判官にあんまり魅力感じてなかったんですよ。で、裁判官っていいなって思ったのは、むしろ実務に出てからかな、弁護士になってからかな、なんかもしかしたら裁判官ってすごいいい仕事なのかもしれないっていうふうに思いましてですね。で、裁判官ってもしかしたらいい仕事かもしれないと思った一番最初のきっかけは、おそらく、裁判修習、民事裁判修習の時に、どういう時に裁判官に質問したんですよね。どういう時に、あ、裁判官になってよかったって思いますかっていう話を聞いたら、まあ、双方に原告、被告、訴えた人と訴えられた人いるじゃないですか。対立してるわけですけど、で、その対立している2社の、にとって、双方ともに、まあ、それなりに納得してもらえるような、和解を成立させられた時にすごく気持ちいいっていう話を聞いて、なるほど。トラブルのその落としどころを見つけて、そういういい落としどころですねっていうのが見つかった時、それでそれが双方に納得して、まあわかんないですよ。実は表面的な納得かもしれないけれども、納得してもらえて、それで紛争が一応の解決を見た時に、すごくやりがいを感じるっていう話を聞いて、なるほどなと。裁判官の仕事っていうのは、判決を書くだけじゃなくて、紛争当事者の納得ができるような解決策を示す、そしてその解決に導くっていうことも裁判官の仕事なんだなっていうふうに、司法修習の時に本当ようやくなんか、なるほどって思ったんですよね。でもちょっと実は、時はすでに遅くて、そう、もう裁判官になりたかったら、もう、修習に入る前から相当真面目に勉強してなきゃいけないし、修習入ってからもうずっと真面目に勉強してなきゃいけないんですけど、まあ自分はその裁判官もいいなって思うのも
遅かったし、自分みたいに7回司法試験落ちて、で、その、落ちてるような人間だと、まあ、あんまりと、実際のところね、採用もしてもらえないだろうっていう諦めもあったし、で、なおかつ、その、それなりの学歴があっても、学校の成績も悪いわけですよ。だから、裁判官になるためには結構成績が見られるんですよね。で、あ、もうこれは本当に無理だなっていう、もうどんなに頑張ってもおそらく今からだと相当厳しいなっていうふうに思っちゃったんです。で、そういうふうに自分が、過去の自分が、まああまり頑張ってなかったことによって選択肢がね、すごい狭まるんですよ。で、裁判官の仕事に魅力感じるなんて想像もしてなかったから、ああ、なんかやっぱり頑張ってたらいいことあるんだなっていうふうに思いましたね。で、まあ、ね、なんか、ただその裁判官もいいかもって思ったのもすごく遅いし、いいかもぐらい絶対なりたいとかじゃなくて、いいかもなぐらいの感じだったから、別にそんなになんか、うわ、めっちゃ後悔っていうわけじゃないんですけど、でもやっぱり成績がいいに越したことはないです。から、今、受験生の皆さん、受験生じゃなくてもなんか勉強してる方がいらしたら、やっぱり、いい成績を取るっていうのはね、選択肢がすごく広がることなんじゃないかなと、大人としては思いますね。ということで、まあ、ね、成績がいいに越したことはないっていう、本当に当たり前の話なんですけど、まあ、これを聞いてね、あ、そっか、別に自分に興味がなくても、将来、その時成績が良かったことが、こう、聞いてくる場合があるんで、まあ、なんか、そっか、今、興味なくても、頑張ろうっていうふうに思ってもらえたら、嬉しいです。ということで、そうですね、なんか、これを見て、例えば、中学校受験を控えてる、子供さんの親御さんとか、まあ中学受験だけじゃなくて高校受験、大学受験とか資格試験とか、いろんな試験でなんかクリアしたいと思ってる人がいたら、あるいは、まあ学校もそうなんですよね。学校も、まあなかなかね、行く意味とか、いい成績取るとかっていうことに目的、目標をね、そういうところに置くことって難しいんですけど、でも、まあ私のようにもうちょっと頑張っておけばよかったなって思ってる人もいるっていうことで、そうか、もうちょっと頑張ってみるかっていうふうに思う人が一人でも出てきたら嬉しいなというふうに思います。ということで、成績は良いに越したことはないっていう当たり前の話でした。選択肢が広がるよということで、宮玉チャンネルでした。またねー。